ここは映画館なんでしょうかね。それでこの辺りはすごいのはね、この並木ですよ。並木、もう大木です。これで、こっちもこれスポーツ関係の、ちょっと色あせてますが、ここなんかすごいですよね、これね。たくさんの人。それでね、今から行くのは、ベトナム戦争書籍博物館。これね、前回来た時にね、もう行って、この場所行って、それで、ブログにしてるんですよね。でもね、今回はね、動画にしてみたいなと思います。入場料が4万ドン、200円ですね。もうすぐ下右側にあるはずなんですが、ビクトリーホテルの横を歩いております。万歳大屋でございます。万歳大屋がホーチミンに来ています。このホーチミンはね、前回ね、沖縄に帰国した時に、台湾の台北、そこをね、桃園空港から台北の町まで出て、ちょっと台北の駅まで出てですね、それで台北の町まで出たっていう、あれはまあトランジット乗り継ぎのちょっとした、犬か、ちょっとしたね、観光だったんですが、今回はね、完全にね、観光しちゃってます。ホーチミンです。万歳大屋のね、疫病化が終わって、海外旅行、まあほぼ第1回目、実質にはね、実質的には第1回目、だからホーチミンになりました。でもね、また来てもいいかなと思いながら、こうやって今歩いてます。あと万歳大屋の好きな町はね、クアラルンプールも行きたいなと思います。あとまだ行ってないところがね、あるんですよ。まあ、行っておきたいなとね、テンパサールです、バリ島ですね、インドネシアのね。ジャカルタは一回行ったことあるんですが、それとあとフィリピンですね、マニラ、あるいはセブ、その辺りね、オーストラリアの方に近いね、細長い、何島だったっけ、今出てこないけど、あそこなんかもね、まあ機会があれば行きたい。海がね、すごく綺麗みたいなんで、行ってみたいなと思いますが、はい、到着しました。ほら、 US アーミー、これヘリコプターですよね。はい、はい、ここがね、ベトナム戦争書籍博物館はリメンナンツミュージアム。リメナンツってあんまり聞かない単語だな。4万ドンです。4万ドン。なんかいろんな国の方が見えてますね。4万ドンそればっか知ってる。ここがチケットカウンターです。はい、それじゃあね、見て回りましょう。やっぱりね、ちょっと色褪せちゃって古くなってきてるな。前回はね、あんまり気にならなかったんですけど、このヘリコプター CH47、これもすごいですよね、この戦車。
M48A3。 これはね、あの公道を走るようにゴムかなんかつけてあるんですよね。はい、これはね M41 だそうです。これは全部ベトナム戦争で稼働してたんでしょうね。あ、これもここは、ね、樹脂になってる。これここも樹脂。これはねショベルカーですね。はい、懐かしのこの戦車、これはなんていう名前だ、 M132A1、 フレームスロワーって書いてあるけど、これはあの中に兵隊さんか乗せてね運ぶための戦車なんかな。これプラモデル作ったことあるんですよね。だからこれなんかね懐かしいっていうかね、すごい子供の頃ですけどね、プラモデル作ったことあるの。鉄の塊。105mm。ここが10センチ5ミリあるってことですね。105mm。これは155mm。ホイッツァー。もっとでかい大砲だこれ。すごいね。大砲でございます。さらにこっちはね戦車型のもうめちゃくちゃでかい大砲。これ何ミリだ、175ミリ。が175ミリだそうです。ほらほらほら、こんな先の方までね重心がまだ、はい、これで全部入ったかな。はい、次行きます。登っちゃダメって書いてある。あ、これはなんかね、まあ、降車砲みたいな。あ、なんか前回ねこの辺にねバイク止めてね、それでここ入ったの覚えてますよ。こっち側は爆弾です。爆弾、ミサイルもあるのね。すごいな。あれファントムですね。あれ今もねウクライナでやっちゃってますからね。これ結局ねあのフォールオブサイゴンっつってね、ずっとね北の方までずっとこう勝ち進んでいったんですね、アメリカの方ね。でところがねだんだん押し返されて、最後はねこのホーチミンからね、ホーチミン陥落、フォールオブ最後、結局ね、米軍側がね、まあ、断言ははっきりとは言えないのかもしれないけど、負けちゃったってことですよね、早い話がね。まあ、今回もね、前回もこの戦争も代理戦争みたいなところがあるなんてよく言われますけどね、まあ、被害に遭った方はね、お気の毒様ですよ、本当に。はい、これは F5A ジェットファイターね。もうベトナム戦争ぐらいになるとこうやってねジェット機が活躍するわけですが、その国エアフォースだから空軍だよね。このセスナ型の飛行機もあったりします。これなんて飛行機だろう。あ、これもなんか古くなっちゃったね。 U17 プレーン、これ H1 ヒューイっていうヘリコプターかな。これね、あの地獄の黙示録とか、あのベトナム戦争でねこのヘリコプターがダダダダダダと連隊組んでねやってくる時のねヘリコプターですよね。午後1時になりました。
こういう感じでね。1119って書いてあるのかな。これは A1 スカイライダーというね、この単発のプロペラ機で最も大きい飛行機の中の一種類なんだそうです。もうゼロ戦なんかよりもずっと大きいんでしょうねこれね、はい、こういったところがね、あの博物館の前に飾ってあるあのいわゆる兵器ねでした。これからね、ちょっとねタイガーゲージ、ここから入れるのかな、あの拷問部屋ですよね、拷問部屋、はい、これはギロチンですね、フレンチスタイル。これは閉じ込めるためのなんか檻みたいなものですね。これ独房かな。あんま気分のいいもんじゃないな。まあ万歳ヨガがいる部屋も独房みたいなもんですからね。もう独房ですね、独房。もう独房ですね、独房。なんかちょっとこの塀の高さはね、なんか逃げられそうな感じだけど。サンバッシングルーム、直射日光の強い部屋、サンバッシングルームです。まあ、たくさんの人です。ほとんど外国人さんですね。それじゃあ建物の中に入ってみます。ベーレンのね、こういったものも展示されてます。日本でどういうふうにね取り組まれたのかってことですよね。こちら中国か。これはラオス。これ日本ですよね。この写真、ピューリッツァー賞を取ったやつですよね。有名な写真。下のこれがね、地雷です、地雷。今からご飯食べようと思ってたんですが、やっぱりね、ここ見るとね、ちょっとね、食欲なくなっちゃってきました。まああのね、結構生々しい写真がたくさん展示されてました、ね、はい、ベトナム戦争硝石博物館を後にします。それじゃあこの近くのお店にお昼ご飯食べに行ったりだけどなかなか辛いものがあるよ。ですね、まあ、あのこの Google マップの、ね、コメントにもね、平和ボケの日本人は見ておいた方がいいとかって書いてありました。まあ、生々しいね、あの写真がいっぱいありました。まあ、万歳ヨガは思うにね、あの今行われている戦争もあのブチャの惨劇とかねありますが、戦争ってね、やっぱりそういったことってね、
その生々しいの、綺麗事じゃ絶対済まないと思うんですよね。そういうすごくね、聖なる戦いなんていう言葉もなんかどっかで聞いたことありますが、それはありえないですよね。こういったことが起これば、ね、必ずね、はちゃめちゃにね、汚いことが起きると思いますよ。バンザウェアもそんな全然詳しくないんですが、やっぱりね、このベトナム戦争の場合、まあ、どの戦争もそういったことあると思うんですが、ベトナム戦争の場合はね、ミュージカル あのミス・サイゴンっていうのがあるんです。ミュージカル、それでね、ちょっとばかしね、調べてみたことが過去にあって、このベトナム戦争、もちろんこのね、戦い、今そういったところにいたんですが、実はこのベトナム戦争が終わってからもね、ずっと大変だったということは意外とね、知られてないんじゃないかなって。バンザイはもうそんな知ってるわけじゃないんですけど、まあね、日本が戦争してた時もそういったことはもちろんあったと思いますが、このベトナム戦争の場合はね、このベトナム戦争の起こってた時に、まあアメリカ兵とかね、まあ向こう側の兵、それぞれの兵隊さんが来るわけですよね。それで、その後ね、映画にもなってるかな、兵隊さんがね、心の病を起こすんですよね。それでこうやって占領してきたこの国のね、女の人との間に生まれた子供ね、その子供をどうするかみたいなね、そういったことがね、後々までずっと残るわけです。なんかね、このベトナム戦争の場合ですが、そのアメリカ人との間に生まれた子供、それをね、残して、まあ、最後陥落した後にね、まあ、逃げてるわけですが、それで子供とかね、その母親がここに残るわけですよね。その悲劇をテーマにしたのが、そのミス・サイゴンというミュージカルなんですが、まあこれはね、ちょっとしたテレビや映画見るよりもミュージカルなんですけどね、歌がいっぱい入ってくるんですけど、ストーリーはなかなかね、劇的なものがあるというか、ドラマチックですよね。ハマりました。帝国、日本じゃね、帝国劇場でね、行われていたんですが、何回かね、その公演を見に来ましたよ。ミス・サイゴンというのは心に残っている、そういったものです。はい、それでは、ご飯どころに近くなってきたので、ちょっと一回止めます。はい、こっちのニャゴちゃん、ここでした。マイサバイニャゴちゃん、マイサバイ。来た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 。はい、バイバイ。あら、忘れちゃった。バイバイ。